4のにあります。場所をね、大体覚えちゃえばいける感じがしました。鍋の位置とか皿が出てくる位置とか皿の位置とか具がどこにあるかとか。じゃあ僕トマトやるね。オッケー。で、なんか作業としてはそれぞれで、ね、分担ですよ。案外お鍋ごとで。そうね、その方が分かりいいですね。私じゃあまたキノコやるね。はい、僕またトマトやりますね。席を行きますね。キノコ案外取るの難しいんだよな。ね、トマト提供するわ。はい、お願いします。暗闇もそのうち慣れるしね。正直暗闇は何のリスクにもなってないけど、そのあんまりダメージになりません。そうだね。玉ねぎここに3つあるんで、切ってあるんで、はい、持ってっていいですよ。こっちに玉ねぎ2個切って、まあ、やるわ私玉ねぎ。ちょっとこのシュッシュって走るのが大事。そう、結構 B 出し B 押しまくってる。トマトやるよ。お願いします。キノコいきますね。いいよ。じゃあ玉ねぎ。結構ミスるし、あのキャッチを。あとこうさ、切らないと暗いままなんだけど、切ったら玉ねぎのとかこの具のマークがちゃんとつくから、なるほどね、切って放置の方がいいかもね、もしかすると場合によっては。なるほどね、暗いままだと取り、あ、大丈夫？取れる。そう、この具のまま置いとくと見えないんだけど、結構余分だったらしい。ちょっとでもこうやって切っとくと見やすい。なるほどね。もうそこまでしなくてもいいけどねーって思っちゃうよね。キノコやります。出してきます。ありがとう。あと1個お願いします。適当いきます。お願いしやす。近くと本当ダッシュが大変。トマト出してます。はい、なんか隣にいとくね。はい、適当いきます。お願いします。洗っといて。はい、洗いました。そうだね、それが何点かな。1057点。そうね、はい、こんなもんだと思います。走れね、いっぱいシュッシュッシュッってこう B でいっぱい走る感じだと思います。場所を覚えて、場所を覚えちゃえばそんなに難しくない、ね、そうだね、うん、多分頑張ってください。はい、バイバイ。